笠にまろ、笠にまろ、二人組教育系 YouTuber、笠にまろ、せーの、笠にまろ。どうも、こんにちは、笠にまろ理系担当弁当です。今日はですね、現代文も古文も得意になる英語の接続表現ということでやっていきます。で、まず、大前提なんですけれども、長文読解において、まずは単語が一番大事です。長文中の 5% 以上が知らない単語だと、読めないっていうことが応用言語学的に知られています。また、長文中の 3% 以上が知らない単語だと、共通テストレベルの速読はできないというふうに言われています。なので、皆さんの課題はですね、長文中に出てくる未知の単語を 2% 未満にしてほしいわけですね。で、まあ、ただしですね、あくまでもこれらっていうのは平均的なデータです。中には単語がもう 3%、5% ね、わからない人でも、まあ、前後関係で類推できる人もいます。で、類推っていうのは、まあ、前後から、ここの構造とここの構造が似てるから、あ、ここはここに対応してるから、ここの A とここの B は同じ意味だっていうふうに予想するっていうのが、類推ですね。類推。っていうので、一応単語が一番大事なんですが、まあ、類推できる人もいるっていうことです。ということで、ちょっとですね、僕の結構よく見てくださってるファンの方で多分許してくれると思うので、コメントを抜粋したんですが、英単語できるし、長文の意味がざっくりも取れるのに問題解けない人っていると思うんですけれども、そこのあなたですね、絶対いると思います。で、僕も結構こういう節あるんですが、そういう人って大体シンプルに文章の読み方、対比を意識するとか、接続詞に気をつけるとか、結局根本的なところがわからないとそうなることがあるよっていうふうに言っています。で、これは僕も完全に同意です。すなわち意味の類推ですね。こことここが似てるなとか、あ、こことここ対立してるなとか、あ、これとこれは繋がってるなとかっていう逆説、順説とかね、これとこれは、あ、単純に足してるだけやっていう類化連結、そういった、意味の類推、それから現代文的スキルですね。単純に現代文のように論理的に読み解いていくということも大事なわけです。で、それを、やっていくのが今回の講義、英語の接続表現なわけです。はい。で、僕の専門がですね、日本語の接続語なんですよ。で、そこで一応僕なりに色々考えた挙句ですね、心理学的にちょっとここは解き明かせなかったんですが、僕の考えです。並列回路と直列回路っていうのがあります。接続語にもね。で、皆さん思い出してほしいんですが、並列つなぎと直列つなぎっていうのがあったよね。で、高校ではですね、それを並列回路、直列回路なんていう風に呼ぶので、まあ、ちょっと回路っていう風に呼びます。で、こっちが並列ね。こっちが直列ね。覚えてますかね。で、並列回路、こっちから行きましょうかね。これっていうのは、例えば、またとか、一方でとか、しかしっていうのが並列回路に対応します。また一方でしかし、また一方でしかし、また一方でしかし。まあ、ちょっと雑に説明しますけど、例えば日本は、協調的であると。アメリカは独立的である。日本は協調的で、アメリカは独立的っていうのを言いたいときに、日本は協調的で、アメリカは、独立的。これややこしいけど、ありますよね。で、こういうのって完全に並列回路なんですよ。だって、日本が協調的であることと、アメリカが独立的であることっていうのは、全くもって関係のないことなんですね。日本が協調的であるから、アメリカが独立的なわけでもないし、OKよ。日本が協調的だから、アメリカが独立的なわけじゃないでしょ。で、アメリカが独立的だから、日本が協調的なわけでもないじゃん。アメリカが独立的だから、日本が協調的なわけでもないよね。要するに因果関係も前後関係もないので、並列回路って見なせます。で、ここにしかしっていう逆説が入ってるんですけれども、これがちょっとわかりにくい人がいます。説明していきます。まず、これ大丈夫ですね。私はリンゴが好きだ。また、みかんも好きだ。これって、リンゴが好きだからみかんが好きなわけでもないし、みかんが好きだからリンゴが好きなわけでもない。すなわち因果関係、原因と理由と結果の関係がないわけですね。で、しかも前後関係もありません。前後関係ないですよね。朝起きて、ご飯食べて歯磨きして、家を出てみたいな前後関係もないわけです。同時なんです。なので、並列回路。ね、私はリンゴが好きだ。一方で、姉はブドウが好きだ。これさっきの日本とアメリカの例と同じですね。一方、その頃、姉はっていう感じなので、これ全く前後関係も因果関係もないんですよ。ね。で、次に、あ、ちょっと赤にし忘れましたが、私は果物が嫌いだ。しかしの、漢字はですね、合わせるにしです。まあ、今は、使いませんけれども、昔の文献なんか漁ってみると、しかしっていうのが、こういう風な漢字、合併のペンにし、で、しかしって書いてたりします。なので、結局、同時ですよっていうイメージを持ってるんですよ、逆説っていうのは。私は果物が嫌いだ。しかしリンゴは好きだ。っていうのって、前後関係も因果関係もないじゃないですか。果物が嫌いだからリンゴ好きなんですか？リンゴが好きだから果物嫌いなんですか？全くもってここに因果関係はないし、ね。前後関係もないじゃないですか。ただ、果物が嫌いでリンゴが好きっていうのが両立してるだけでしょ。さっきもそう。リンゴが好きっていうのとみかんが好きっていうのが両立してたぜ。私がリンゴが好きだっていうのと姉がブドウが好きっていうのが両立してただけです。で、今度の逆説表現も両立してるだけなんです。ただそもそも、両立する確率が低い時にしかしを使うんですよ。両立する確率が低い時にしかしを使う。もう一回よ。両立する確率が低い時にしかしを使うんです。だから、果物が嫌いっていうのと、リンゴが好きっていうのって、両立しにくいじゃん。要はこの人って、リンゴ以外は嫌いで、リンゴだけ好きなわけですよ。で、そんな人間あんまいないのね。だから確率が低いってそういうことなんですよ。よろしいですか？なので結局両立だっつうことは押さえておいてください。並列回路です。で、次に直列回路ですね。で、皆さん覚えているかわかんないですけど、こう電流が流れてきますね。ビーって。で、電流っていうのは、一回ここでなんかせき止められて、で、もう一回ここに行くっていう感じなんですね。で、なんか、うまいこと説明できないんですが、ここを通ったからここを通れるって、そんな感じですよね。順番があるんですよ。ね。だから、ここを通ったってことは、ここを通ったからここを通ったんですよ。ちょっと分かりにくいですけれども、イメージなので、この直列回路っていう風なのに、因果関係っていうのだったり、前後関係っていうのをちょっと皆さん、押さえておいてください。なので、それでとか、だからとか、加えてっていうのは直列回路になりがちです。まあ、加えてはね、ちょっと並列回路に混ぜてもいいかなっていう風に思うんですが、まあ、この辺はちょっと明確な線引きはないです。ただ、順接に関しては必ず並列回路って言っていいでしょう。逆接は必ず並列回路って言っていいと思いますね。で、今日は雨だった。だからピクニックは中止した。もちろんこれを並列回路的に捉えてもいいんですよ。雨っていうのとピクニック中止だったっていうのって一応同時なんで、同時とも捉えれるんで、出来事としては。まあ、ギリギリ前後関係あるけど、まあ、別にいいんですよ。雨だった、ピクニック中止っていうのが、並列回路になっててもいいんですが、でも、直列回路でも言えますよね。こっちでも言えますよね。雨が降ってたっていうのからスコーンと影響が与えられて、ピクニックが中止されたんだ。って言えるじゃないですか。だからなんか、まあ直列回路っていうので分かりにくかったら、ビリヤードのイメージですね。ビリヤード。スコーンってこう球をつつくと、次の球が動くよっていうやつですね。はい。で、じゃあ例えばね、ちょっと文章を変えましょうか。今日は雨だった。しかしピクニックを決行した。ごめんなさい。しかしピクニックをやったって、こういう場合ね。こういう場合はね、並列回路になるわけですよ。さっきのロジックで言うとね。しかしが逆説なんで。で、ここがちょっとしっくりこない人いるかもしれませんが、ごめんね、字が汚くて。雨っていうのとピクニックしたっていうのが、これ、もちろん前後関係ありますよ。雨が降ってきて、ピクニックしたんで、前後関係あるんですけれども、これって結局、雨であることを譲歩して、雨であるということを、まあ、一旦しょうがないと受け入れて、で、かつピクニックをしてたんで、結局なんだろうな、同時と順番って難しいんですけど、僕的にはこれはね、同時な感じがするんですよ。雨っていうのとピクニックしたっていうのは、同時な感じがするんですよね。だからまあ、前後関係っていう説明はちょっと適切じゃないのかもしれない。因果関係、だから前後関係も明確な前後関係。時間的順序っていう感じですね。まあ、わかりにくい人はいいです。とにかく並列回路は逆説。ごめんなさい。ちょっと言い方変えます。逆説は並列回路。順説は直列回路。これを鵜呑みにしてください。いいですか？逆説は並列回路。順説は直列回路です。はい。で、ここからですね、文章の出典、ちょっと僕が勝手に、一応専攻が心理学なもんで、あまり英語が詳しくないもんですから、間違っちゃうと良くないので、辞書から引っ張ってきています。で、その文章なんですけれども、オリジナルでいけるところはオリジナルでやってるんですが、オリジナルでいけないところ、例えばnevertheless とか hence とか、難しい接続語が使われてるやつは、ジーニアスを使ってます。で、一応、なんでこれ文章って書いたかというと、一応、文2個以上の時に僕は文章というようにしてますね。文ってのは、これが文ですけどね。まあいいです。ということで今日取り扱う接続語の分類ということでまずやっていきましょう。接続語っていうのは、先書いておきましょうか。接続語って書いてますが、皆さん接続詞って言葉聞いたことありますよね。まあ、語というと、結構曖昧な定義でいいんですが、接続詞と、もう一個ね、あるんです。接続副詞っていう子が世の中にはいます。接続副詞と。で、まず接続詞の方なんですが、これはすっぴん、おは、コンマで利用します。すっぴんってのは何もないよって。で、コンマで利用。っていうことで、例えば、I like singing, but I'm not good at singing. これって、私は歌が好きなんだけど、得意ではないって言ってますね。で、この場合は、バットってのは接続詞なので、コンマの後に使ってます。コンマプラス、接続詞って感じだね。はい。で、まあこのバットのことを遠い接続詞っていう風に言うので、一応言葉だけ覚えておいてください。等しいくらいの接続詞ですね。じゃあ次です。I was doing shopping while my sister was cleaning our room. 発音は置いといてください。発音は下手なんで。で、while っつうのが、これすっぴんで使ってますね、今回は。コンマもいらないよって。で、これは、ここが SV じゃないですか。どこが S かっていうと、ここ。で、was doing shopping というのはこれ動詞なんです。V です。で、while と聞いて繋ぎます。で、my sister S が来たね。で、was cleaning our room。これも V' としましょうか。もちろん、ここに O っていうのを設けてもいいんですが、動詞くと捉えれば一応、まとめられるっていうことは押さえてください。述語動詞って感じですね。で、一応だからこういう使い方もできるってことね。この when とか if とかと全く同じなので、when とか if も接続詞ね。で、while my sister was cleaning a room, I was doing shopping っていうやつは、まあ、結局同じですね。で、こういうのを従属接続詞って言います。従属接続詞。で、遠い接続詞と従属接続詞は何が違うかっていうと、遠い接続詞は、前半に来てるやつと後半に来てるやつの重みが一緒なんですよ。重みが一緒。だから、どっちも同じくらいで伝えたいのね。だから、I like singing 私は歌が好きですっていうのを伝えたい度合いが50だとすると、後ろ側の歌が下手なんですっていうのを伝えたい度合いも50なの。で、逆に、従属接続詞っていうのは、これ、従属じゃないですか。なんで、I was doing shopping が伝えたいのが70だとすると、姉が私たちの部屋を掃除取ったら30ぐらいなんですよ。伝えたい度合いが。っていう感じで、重みが違うんですよね。等しいくらいじゃないんですよ。っていうのが従属接続詞です。で、こっちやったら、ま、これが30、これが70ぐらいですか。だから、要約しろって言われたら、ここ切ればいいですよ。ここだけ残す。って感じになります。逆に、こっちはね、要約しようと思っても、このまま使った方がいいですね。うん。はい。で、2番です。接続副詞です。で、接続副詞はピリオドやセミコロンなどに使います。で、例えば、I like singing で、もうここでピリオド打っちゃって、で、その後に however ってきます。で、コンマはあってもなくてもいいんですが、あった方がいいですね。あってください。はい。で、それから、セミコロンなどに使う場合がこんな感じです。Her report was very concise. concise って短いってやつですね。で、セミコロン来て、nevertheless, it was full of interesting information. be full of で〇〇でいっぱいだ。interesting information 面白い情報。それは面白い情報でいっぱいだったって言ってますね。はい。で、だからこのセミコロンっていうやつは割とピリオドっぽく使われているっていうところですね。で、じゃあここでセミコロンって何なんですかってことを一応復習しますが、文というかその文章の関係性が完全に途切れるときがピリオドです。で、そうでもないときがコンマです。で、コロンがこの辺。セミコロンがこの辺です。で、文章が途切れる度合いがこっちの方が大きくて、こっちの方が小さいよってそんな感じですね。なんでピリオドっぽいやつはピリオドっぽいし、コンマっぽいやつはコンマっぽいんです。よろしいですか？で、セミコロン。まあ、言うたってね、ちょっとピリオドっぽく使われてますけど、まあそこは気にしないでください。接続副詞の時はセミコロンが使われがちです。はい。で、一応この使い分けですね。難しいんで、押さえておきますけど、接続詞っていうのは本当に接着剤の方が接続詞です。だから、コンマでいいんです。完全に切っちゃっていいんです。それが接続詞。で、逆に、接続副詞っていうのはただの副詞なんですよ。なんで、一回切ってやんないといけない。接着剤になれないです。接続副詞だから、接続詞っぽい副詞なんで。なんで、文全体を修飾する単なるワードだと思ってください。それから接続詞っていうのはすごく限られてます、数が。ファンボーイズって覚えます。遠い接続詞はファンボーイズだけです。遠い接続詞50、50で伝えたいやつはファンボーイズだけです。で、F が for ですね。for なぜなら。で、なぜならっていうのはあんま使わないですが、ちょっと古文っぽいやつですね。で、あと、and。これ、ととか、そして、これ大丈夫ね。nor。これ、〇〇も、また、〇〇ない。これ、後で説明します。b。but。だが、しかし、これ大丈夫ね。or。または、さもないと。で、これ、o は、これ、命令文で、さもないとっていうのがありますね。そうやな。get up。or, be, or, 違うな。you'll be late 。起きろ。さもないと、お前遅れるよ。っていうのが get up or you'll be late ですね。またはでもいいんですよ。またはってどっちか選べってやつじゃないですか。なんで、起きろ。それか遅れるのを選べ。起きるか遅れるかを選べ。って言われたらまあ起きるやんね。っていうので一応さもないとってまたはってほんまは同じ意味。で、yet。これけれども、これもめんどいんでバットと同じって捉えてください。yet の方が硬い。で、そう。これはそれでとかだから。だからって覚えない方がいいね、これ。それでとか。そうのイメージは、で、なんですよ。だから、雨が降っとって、で、ピクニック中止したんよね。っていうのが、そうです。なんで、あまりそうって言うと、でって感じなんで、ちょっと、なんかね、文章長っていう風に思われがち。で、それでね、これ、for の説明ですね。なぜなら、これちょっと、知らないと思うので説明していきます。単純にこれ、接続語なので、SV と来て、for と来て、S-V' って使えばいいです。なんで、the children soon got lost。すぐに迷子になりました。get lost で、道迷うって感じですね。lost というか lost ですね。で、for, they had never been in the city. never been なので、いなかった、いたことがない。in the city, 都市部にいたことがない。alone, 自分たち一人で、まあ、自分たちだけでって感じですね。で、before, 以前に。要は、以前に自分たちだけで、都市に出たことがなかったので、道迷ったんです。っていうやつね。だから、for の後にはこれ原因が来ます。for の後には原因とか理由が来るんです。だから直列回路の逆版って感じね。だから順番としてはこうなるわけですよ。ただ、並列回路では決してなくて、直列回路ってことね。で、ノアが説明していきます。I speak neither French or German. これむずいんですよ。neither 使ったらノアなんですよ。neither ノアってこれこうしてるんですね。副詞が。なんで、これはセットで覚えましょう。neither nor, neither nor, neither nor とかもこれ5、6回読みますんで、耳で覚えてください。この文章を覚えましょう。I speak neither French or German.I speak neither French nor German.I speak neither French nor German.I speak neither French nor German.I speak neither French or German.I speak neither French or German nor German. ちょっと言いにくいな。で、これちょっとコラムですが、I don't speak either French or German. either 使うと or なんですよ。で、この場合ね、意味は、ごめんなさい。意味はね、意味は、上側が、フランス語もドイツ語も喋りません。で、下側も、フランス語もドイツ語も喋りません。って意味になります。で、or ってのが、これ数学と全く同じなんですよ。で、数学得意な人だけ、ここから話聞いてほしいんですが、得意じゃない人はそんな別に気にしなくていいです。こう全体集合があって、フレンチと、ジャーマンだとして、こうあるじゃないですか。で、or っていうのは、ここ全部塗りつぶされます。で、and は、ここだけです。だから、or だから数学のまたはと同じじゃん。ね。だから、ここの or じゃないよっていう点で、フランス語もドイツ語も喋れんよって、そうなるじゃん。ね。だから、例えばこんなやつ。I don't speak French and German だと、これ、話変わってきます。and ってここだから、で、ここじゃないよって言ってるんで、フランス語だけ喋れる人って、実は、I don't speak French and German って言えるんですよ。被ってないよってことを言ってるだけなの、この文章は。ね、もう一回言うよ。フランス語だけ喋れる人っていうのは、この文章を言えるの。いいかい？で、より一層これはそうね。I don't speak both French and German。この both っていうのはこの and を強調してる感じなんで。なので、こっちとこっちはあんまり使い方良くないよって感じですね。片方喋れてもいいって感じだね。はい。じゃあ、本題というか、もうここから、単語ラッシュですけれども、頑張っていってください。連結いきましょう。連結は日本語のものイメージです。で、meanwhile, while, realize は和のイメージです。で、もっていうのはね、鏡餅のイメージです。これの上にこれが乗っかっとって合計得点が高いっていうのがもっていうイメージです。これがも。これがもです。もしくは、こう来て、こうっていう、まあ、ちょっと直列回路っぽいイメージですが、こっちは。これも一応、ものイメージですね。はい。まあ、ただ、こっちの方がちょっと割かし、イメージ強めかなと思います。という感じで、うん。よいしょ。見ていきますね。まず、この並列回路のイメージが割と大きいっていうことを押さえておいてください。じゃあ、besides, moreover, additionally, in addition, also, then, and then, meanwhile, while, whereas です。で、whereas 括弧ですが、これは連結っぽくないんで。で、何回か読んでいきます。besides, moreover, additionally, in addition, also. besides, moreover, additionally, in addition, also. besides, moreover, additionally, in addition, also. まあ、ここは覚えやすいね。additionally, in addition, also. これ全部 A で始まってるんで、なんか覚えやすいと思います。で、also って、もやん。これ to の言い換えで中学校の時やりましたよね。で、add ってのがこれ加えるって意味なんで、で、add のアクションをする。加えるというアクションをするという中で、なので、これは加えてね。で、addition の、まあ、アディショナルでアディショナリーで副詞になってアディショナリー、インアディションと同じみたいな。まあ、前置詞プラス名詞で副詞になるよみたいな話ありますよね。で、moreover、これ大丈夫ですね。さらにってやつです。さらに。まあ、これもさらになんですけど。で、besides っていうのはこれそばにあるようなんで、イメージとしてはだからそばにあるようやから、まあ、これのそばにあるようやからね。まあ、もうですよね。で、then, and then、これはthen と and then も連結のイメージなんで覚えておきましょう。で、皆さん知らないのが meanwhile だと思います。ここちょっと後で詳しく説明していきます。で、meanwhile っていうのは while とか whereas とかと全く同じ意味ですね。で、while whereas っていうのが、これ一応接続詞なんですよ。従属接続詞です。従属接続詞です。while whereas は接続詞です。while whereas は接続詞。で、それの接続予想してほしいんですが、詞じゃなくて、接続副詞バージョンが meanwhile なんです。いいですか？なんで、meanwhile は覚えておいてほしいことが2つあって、ピリオドか、セミコロンが必要ってことですね。はい。っていうのを押さえていただいたら大体大丈夫で、まず besides からいきましょうか。It's too late to go out. 外に出るには遅すぎる。で、besides、しかも it's raining。もうさらにっていう感じなんで、並列ですね。まあ、これはね、ちょっと微妙なんだよね。直列っぽく捉えてもいいんですが、まあ、ただこれは besides の語源から見た方が良くて、そもそも時間が遅いし、雨も降ってるっていう感じなんで、これはもう、もう、さらにっていう感じで、こんなイメージで捉えていいですね。こんなイメージ。で、Tom is rich。で、ちゃんとピリオドかセミコロン打ってくださいね。Moreover, he is generous. generous、寛大なとか気前がいいってやつですね。気前がいい。で、これはね、さっき言った、金持ちだし気前もいい、合計得点高すぎでしょうっていう、ものイメージが、まさにこう出てきてますね。Moreover。関係多分あると思うけど、日本語の元、moreover って、一致してるじゃん、音が。で、どうやら M とか O とかそういう音って、なんかニュアンスと一致してるらしい。で、変な例ですけど、殺すとキルも、両方とも、K で始まってるし、なんか L っぽいのがあるじゃないですか。なんで、あとは鼻とノーズって、鼻で N の音って発音するんですけど、絶対関係あるじゃないですか。っていう感じで、これ音象徴って言ったりするんですけど、多分関係ありますね。で、次です。Sally stared at him a moment. Stared at で、stare at で、見つめるです。彼を見つめた後、まあ、一瞬見つめた後、then burst out laughing. Burst out see で、思わずこうなったっていうやつですね。なので、笑っちまったって感じです。で、ここちょっと開けてるんですが、実はこれ、and が省略されてるっていう感じなんですね。はい、and が省略されています。まあ、なので、ちょっと接続詞っぽい使われ方がしてるよっていう感じですね。then って本当は接続副詞。てかまあ副詞なので、then ってのは。あんまこうやってコンマで繋がない方がいいんですが、まあ and が省略されてるって考えれば、まあ別にいいって感じですね。だから and あってもなくてもいいです。で、これ直列って書かせていただいたんですが、これは明確な前後関係がありますね。同時じゃないでしょ。見つめて笑ったんだから、時間的な前後関係があるわけですよ。うん。で、次に、今度は並列です。and then で、今度はね、and 省略できないの。Tom is handsome, and then he is smart too.外見もいいし、頭もいいってやつですね。で、これは and then で and 省略できないんですけど、これはね、並列のイメージなんですよ。こんな感じなんですよ。いい？ハンサムがここ来て、スマートがここ来てみたいな。両方同時ですよってイメージ。うん。で、次。My sister went shopping で、セミコロン打ってください。meanwhile なんで。meanwhile, I go in the room。で、この場合はね、まあ、並列ですね。だって、まあ、このさらに感はないけど、で、さっき言ったように、meanwhile, while, whereas はですね。私の姉は、ショッピングに行き、あ、ここになっちゃった。私は部屋を掃除していたので、姉はこうで、私はこうっていう、この対比ですね。まあ、日本語の助詞の和っていうのは対比を表すんですが、和っていう感じになります。うん、だから、和。もうそのまんまですね。まあ、おばあさんは洗濯物に、おじいさんは芝刈りに行きました。っていうのと全く同じ構文。桃太郎構文ですね。で、こうでもいいです。もうセミコロンじゃなくて、ピリオド打っちゃって、で、大文字で始めても OK って感じですね。で、最後から2番目。while ですね。I stayed inside. 中で待っていた while it was raining. 雨降っとって、その間待っとったって感じです。これは直列って捉えてもいいんですよ。雨が降ってたからインサイドだったって捉えてもいいですが、ホワイルはそもそも〇〇の間にっていう意味なんで、これはね、並列です。断言します。並列です。なんで、中にいて、で、同時に雨降っとったって、その同時間ですね。で、次です。whereas。これはね、ちょっとね、連結っぽくないんですが、some parents、こういう親もいるよ。have lots of rules for their children。子供たちのために、なんかもういろんなルールを設ける親がいると。子供たちにいろんなルールを設ける、親もいる。whereas、一方で、others、まあ、そうじゃない人もいると。少ないルールしか与えない親もいるっていうやつですね。で、これはね、サムのせいで模感があるんですが、サムのせいで模感があるんだけど、すごい直訳するとあんま良くないよ。いくらかの親はこうで、そうじゃない親はこうですよ。なので、まあ、和感がある。まあ、今回はね、本当は、訳し方としては、こういう親もいる。こうじゃない親もいるっていう、本当はもで訳した方がいい。サムがあるんで。サムがあるときはもう使う。これは、和文、英文和訳の時のコツなんですが、まあ、一旦、和っていう感じですね。なので、まあ、meanwhile, while, whereas ってのは、もう一方でとか、対比、その間に、なので、それはね、和っていう対比のイメージなんですね。はい。じゃあ次です。逆説いきましょう。予想を裏切るような事柄が後続します。However, nevertheless, nonetheless, still これらが接続副詞。Yet, but これは遠い接続詞です。However, nonetheless, However, nevertheless, nonetheless, still However, nevertheless, nonetheless, still 何回か読みます。However, nevertheless, nonetheless, still However, nevertheless, nonetheless, still However, nevertheless, nonetheless, still で次、Yet, but 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 で、予想を裏切るような事柄なので若干なんか後ろめたいというか、ぐいっとこう弾力を感じるイメージですね。で、なのでこれ yesterday とやっぱ似てるでしょ。で、あとね、still これはまだっていうイメージそのまま使います。実は yet のまだも使いますね。で、nevertheless とか nonetheless ってこれ難しくて、次のね、順接のところで説明するんですけど、確率分布が集中するのが順接です。だから例えば、そうやな。こうあって、ピクニック、読書、勉強、旅行、あと何にしよっかな。ドライブ。やとして、じゃあ例えば雨でした。で、だからって言われました。そうすると確率分布が集中します。本当はここはもう 20%、20%、20%、20%、20%、全部 20% だった。本当はね。なんだけど雨降りました。だからっていう風に言われた瞬間、まずピクニック消える、旅行消える、ドライブ 5% になるって感じで、減るんですよ。ピクニック、旅行、ドライブが減るんです。減るんです。っていう、この減る感があるのが、だからその、なんだろうな、減るのが順接ね。減るのが順接。で、逆接って減らないんです。だから、ザってのはその分、レスは減るってやつ。だから、その分減らないなんですよ。その分減らないなんですよ。ってのが、ネバーザレスとかなんざですね。その分減らない。その分減らない。ってのが、逆接のネバーザレスとかなんざレスです。で、これは並列回路的なイメージです。で、さっき言ったように、しかしとか、古文でもなんとかながらで逆説になるんで、並列回路的なイメージですね。じゃあやっていきましょう。Her report was very concise. さっきやったやつです。短いけれども、it was full of interesting information. 面白い情報がたくさん埋まってた。で、it was, I was very tired. 疲れていた。but nevertheless. これ繋げられますからね。押さえておいてください。だけど、その分減らなくてっていうイメージです。はい。で、I was unable to sleep. 寝れんかったです。疲れとったけど寝れんかった。なんか疲れすぎとったんでしょうね。で、それから、she gave a brief, but still interesting report. で、これもね、but still でワンセットですね。なので、brief っていうのと interesting っていうのを繋いでます。だから、別にこれ、she gave a brief and interesting report でもいいんですよ。彼女は短くて、and がて、で、interesting 面白いレポートを、くれた。でもいいんです。なんですけど、ここはね、バッドスティルってやってるのはなんでかっていうと、こう、並列回路があって、両立しにくいと、これの語り手が思ってるからなんですよ。両立しにくいって。短くて面白いなんていうのは起こり得ない。短くて面白いっていうのは確率として低いって思ってるんで、逆説が使われてる。反予想的だって思ってるわけです。で、次。everyone knows、3単元 S ですね。he's wrong。彼が間違ってると思ってる。でも、still、まだっていうイメージですね。まだ、誰も間違ってるって言わない。no one says no. So. なんで、まだ言わないっていう感じで、これも逆説のイメージですね。みんな、間違ってると言ってるのに言わない。これもさ、両立しにくそうじゃんか。両立する確率が低そうじゃんか。全員彼が間違ってると思ってるのに誰も言わないってなかなかな確率ですよ。まあ人間ってそんなもんなんかもしれないけど、いやー、予想裏切るよねっていう感じするじゃないですか。なんで一応スティル。うん。はい。で次。she had a lot to do yesterday. ここでの to は、should と似たようなイメージですね。だから昨日やるべきことがたくさんあったんだけど、でも yet。まだというか、それ考えるのもまだって感じですけど、でも、彼女は映画を見に行ったってわけですよ。なので、まあこれも両立しにくいですよね。はい。じゃあ次ですね、順接いきましょう。これは視野が狭まります。で、さっき言ったように確率分布が集中するわけです。なので、これはありえないよねってパン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 って消去していくので、そういう意味で視野が狭まるわけです。で、原因結果を示す接続語だと思えと。で、これね、抑うつ、なんか、うつ病的な患者の方が結構言うんですけど、もうなんだろう、これがあったからダメだとか、ダメだからできないとか、クソだからダメだみたいな、なんか、全然説明になってないけど、このだからっていうこの自己ルールで動いちゃうっていうのが、なんかダメらしいですね。だから、視野狭まってるってそういうことですけど。で、therefore, consequently, hence, thus, that's why. で、that's why ってだからです。で、therefore、メモってる方は、どうぞ。従って。で、consequently が、結果的に。で、hence, thus はこれ従ってでいいです。はい。で、so、これそれでとかでって感じです。で、これら全部直列回路的なイメージとか、ビリヤードのイメージなんですね。それから、so っていうのはこれ、接続副詞としても利用可能です。さっき、ファンボーイズっていう風に言ったじゃないですか。この S がこれそうなんで、本当はこれ、遠い接続詞として使えるんですけど、接続副詞としても利用可能と。だから、そうは割かし適当に使っても OK って感じですね。で、thus です。thus もこれコンマで繋ぐことしばしばあります。まあ、多分、使用頻度が低い単語なので、あまりその使われ方っていうのが確立してないんでしょうね。なので、これが間違いっていう風に思うその違和感が誰にも備わってないので、なのでコンマで繋ぐこともしばしばあるっていうか、割と繋ぎます。それから、ただ、thus は注意しておいてほしいですけど、接続副詞ですからね、thus は。接続詞じゃないですからね。でも、なんでかコマで繋ぐことが多いです。で、I had a stomach ache, so I went to see a doctor. 胃痛がしたので、腹痛だったので、お医者さんに会いに行った。お医者さんにかかりに行った。ですね。で、これは別にピリオドでそうでもいいです。まあでも、キモいけどな、なんか、でーって感じがするから、なんか上側の方が僕は好きだけど。うん。で、there has been almost no rain. もうほとんど雨なかった。で、これ almost って微妙なんですけど、もうほとんどってのは、なんか、あとちょっとで雨降るんだけど、ぐらいなんですよね。There has been almost no rain. もう全然なかった。全然雨降ってなかった。で、thus、従って、the crops、作物。作物はもう死のうとしてます。死にかけです。で、次。the fire burned down the houses. これ、burned ってまあ、ちょっと意味はいいですけど、これオノマトペから来てますよね。バーンから来てるやん、絶対。だから、火がバーンってなったんですよ。で、ダウンだったんですよ。で、こう、下ってったんですよ。で、the houses。これ、発音注意。houses ですね。houses じゃなくて、houses です。で、thus, leaving their residents homeless。で、これむずいですけど、分子構文が使われてます。分子構文ってのは分子の副詞的用法です。これわかんない人は、どっかで説明されてると思うので、分子構文って調べてみてください。で、thus ってきて、leaving、これ O ね。あ、ごめんなさい。これ V ね。で、their residents。residents ってのは、居住者。住んでる人。これ O。で、homeless。C。homeless ってこれ形容詞ですね。なので、これ意味上の主語は、the fire ですね。the fire が leaving、O を C のままにしたんです。っていう感じで、分子構文使われてますので、まあ、このコンマザスの時はちょっと文が来るっていうわけじゃないってことを押さえておいてください。で、これもそうね。she said nothing で、セミコロンで hence her anger。これさ、これはいいよね。he said nothing。これ大丈夫ね。で、hence、これは、まあ、就職ぐらいなんで。で、her anger。これって、なんだと思う ?SVOC のどれだと思う ?her anger って考えてみてください。で、まあ、これ動詞省略化って書いてるから S なんですけど、だから her anger happened とか her anger、occurred っていう動詞が省略されてるので、いやそんなのありかよと思うんですけど、hence の場合は割かしやるらしい。はい。なので、読み取りの時だけでいいです。これ僕も、これ英作文でやれって言われても多分やれないので、僕だったら多分 hence とか thus とか使わずに、普通に全部 therefore とか that's why ぐらいでいくと思いますけど、僕そんな英語できないんで。で、thus とか hence はこれ読めたら OK です。なので、読むときに分子構文とか動詞省略する主語だけの文とかが使われるなって、そう思っておいてください。それで大丈夫です。よろしいですか？ということで、全部、この順接っていうやつは、直列回路です。なので、腹痛だったっていうのと、医者にかかったというのがこうやって矢印で結ばれてますし、彼が何も言わなかったっていうのが、彼女の、怒りを導いたってこう矢印で引っ張れますし、火が、家までこう来たから、まあ、その居住者さんたちは家を失ったっていう、こういう矢印が見れますし、全部矢印なんですよ。だから僕hence と thus は、僕、文で見かけたら、これなかなかさ、読み取れないじゃん。だから、要は定着しないじゃん。こんなレアな文、レアな単語って。だから僕、ヘンスとザスに関しては、あんまり僕書き込まないんですけど、読むときに。これだけは右矢印引いてます。で、まあ、コンセクエントリーもギリギリ、まあ、右矢印引いていいかな。で、右矢印引いとけば、あ、直列回路なんだってわかるじゃないですか。なんで、直列回路だな、あ、じゃあビリヤードのイメージだな、あ、じゃあ原因結果だなって、イメージがわかるので、イメージでつかめた方がやっぱ文章っていうの読みやすいっていうのがありますね。はい。一応心理学のコラムちょっと最後に説明しておきます。二重符号化仮説って言って、英語で言うと、まあ英語の授業なんで英語を書きます。Dual Coding Hypothesis。で、仮説って、複数形になるとハイポーセセスになりますね。はい。Dual Coding Hypothesis ってやつなんですが、これ入力情報がまず言語で入力されるわけですよ。で、言語で入力されて、でそれがイメージ化できた場合、記憶に残りやすいよっていうのがあります。例えば、幸せとか平和っていうのは覚えにくいワードなんですよ。なんでかっていうと、このイメージができないから。言語っていう一重の符号化しかされないんですよ。でも、例えばこれがみかんとか、水泳とかだったらめっちゃ具体的じゃないですか。なんで、言語コードもされるし、イメージコードもされるんですよ。なんで覚えやすいんです。だから、抽象語よりは具象語の方が覚えやすいよっていうのが二重符号化仮説。具象語の方が、まあ理解しやすいよ。で、だから僕今日接続語を、並列回路とか、直列回路とか、もとかはとか、そういう別な言葉でもって言い換えてみたんです。で、そうすると、何重かで符号化されるでしょ。そうすると、覚えやすいし、理解もしやすいので、さっき視聴者さんのコメントを載っけましたけれども、接続語に注意を向けて、読解していくっていうのがやりやすくなる。そういう感じなんですよね。ということになります。以上です。ありがとうございました。